想以上に多くの生徒さんが遊びに来てくださいまして、まあ、将来の話、まあ、部活の話、あとは恋愛の話であったり、本音でお話をすることができて、非常に盛り上がりました。また、気仙沼高校の生徒会の皆さんや、コラボクラブの皆さんとも話をする機会を設けまして、これからのボランティアがどうあるべきかであったり、気仙沼高校の生徒さんとどのようにこれから活動をしていけるかということについても、取材をしました。非常に有意義な話題がありました。続きまして、水産工場見学と採地見学についての報告をさせていただきます。僕たちは、震災で被害に遭った地域の見学と、その一環として、気仙沼市内であります八王水産工場で見学をさせていただきました。八王水産工場は、3.11 の震災によって多大なる被害を受けまして、まあ、本社工場をはじめとする全ての工場が被害を受けたんですけれども、その後、従業員の皆様の懸命な努力により、現在では第2工場を本社として操業を再開しているとのことでした。従業員の方からも、震災当時のお話であったり、創業開始に至るまでの、長い道のりについてお話をさせていただきました。お話をしていただきました。その後、工場見学をさせていただき、最後には、水産工場で製造したメダルをお召しいただくことができました。その後、工場の周辺地域の、見学を行ったのですが、これはその時の写真なんですけれども、この地域は特に津波の被害が大きい場所でして、まあ、もう難しさ、まあ、1年半みたいから経ったんですけれども、いまだに復興が進んでない地域も多くありまして、この難しさというものを実感しました。これは津波によって打ち上げられた船を撮った写真なんですけれども、この船のコアには多くの花が手向けてありまして、まあ、これから僕たちがボランティアとか東北の復興を考えていくにあたって、このように多くの人々の尊い命が犠牲になったということを決して忘れてはならないなと強く感じました。最後にこの写真は僕たちが訪れた復興会社という場所の写真なんですけれども、復興会社というのは、津波で甚大な被害を受けた気仙沼市獅子折地区の元飲食業を営んでいた人々が集まって、まあ、立ち上げた復興市場でして、多くのお土産屋さんや飲食店が軒を連ねています。僕たちはここで、お土産を購入したり現地の人々と交流を行ったわけなんですけれども、まあ、そこで感じたのは、お菓子のような東北の外の人間が東北に行って現地で消費活動を行うというだけでも、東北の、まあ、経済の活性化であったり地域では東北の復興につながるのではないかと、魅力ながらなるのではないかと感じました。また復興会社の人々は本当に優しく、お菓子ボランティアクラブのメンバーにくださいまして、東北の人々の都市の優しさや強みを考えしていきたいように思います。それではここから私、共同や工業政策大学院院の矢野が紹介させていただきます。私たちは6月26日に森の湾の方に足を運びました。そこで朝方から昼過ぎにかけて、この森があるようなお金活動、まあ、具体的には海の養殖業のお手伝いをさせていただきました。まずはじめに竹山さんから震災当時の要請やこの一連の鍵についてご説明いただきました。まず震災当時の様子ですが、津波の高さが予想をはるかに超えるものであり、漁船や施設が一瞬にして流されてしまったということを捉えました。私たちは
震災、そして津波の恐ろしさを再認識しました。しかし、自然の力を信じるといった姿勢が奇跡を呼び、通常ならば2年という歳月、育成に2年という歳月がかかる時が、なんとたった半年で成長し、出発するに至ったということをお聞きしまして、非常に感銘を受けました。次に私たちが具体的に行った付近の養殖の作業について、その投稿から説明させていただきます。では、一連の作業について、少しご紹介させていただきます。こちらの写真をご覧ください。これは船上に揚げられた牡蠣の写真です。でご覧の通り、牡蠣のスレッドの周りなんですけれども、マヤが必死を続いています。で次に、そのネットから牡蠣を取り出します。この時に、そのネットに牡蠣が、しっかりとこうくっついてしまっていて、取りにくかったということがありました。でそして、牡蠣を台に移した後に、そこでは牡蠣についているホヤを取ったり、それから殻になっている貝殻を分けたりする作業を行いました。その後に、牡蠣の貝殻、身が入っている貝殻で、ホヤを取ったものを新しく再度、入れ直して、もう一度海に戻すというのが、私たちが行った一連の作業になります。それでは最後に山の方から、今回のボランティア活動の番組についてのお話をします。私たちは森や海の恋人活動を通じて震災の爪痕を目の当たりにした一方で水の力を信じ、また自分の力を信じて前に進む方々の力強さというものを見ました。同時に自然の回復の速さや自然の力の大きさについても学び取ることができました。私たちはこうした活動に参加し、そして今度はそれぞれ力を発揮して、またそれをこの人生にどうやって生かしていくかについてもそれぞれ違う感じです。少し私の自身の番組活動について紹介させていただきたいんですけれども、私は東京政策大学院ということに所属しておりまして、主に行政の政策を分析しております。そして行政の政策というのは、まあ、ご承知の通り縦割りでして、川は川、森は森、海は海というふうに扱うわけですが、今回竹山さんからの説明もありましたように、やはり森、海、川は3に1回ありまして、そして政策に携わることを志向しているようにお伝えしましては、やっぱりその複乱的な思考を持つことも大事だということを伝えました。私たち20人の学生ボランティアがこの度この活動から聞いたことは